カローラの高性能版日本と北米では販売中。トヨタは高性能ハッチバック GR カローラを欧州で発売する準備を進めているようだ。ドイツのニュルブルクリンクサーキットでプロトタイプによるテスト走行を開始している。欧州では以前からファンの間で GR カローラの導入を求める声が大きかった。ベースとなっている標準のカローラは、ヤリスとヤリスクロスに次いで、同地域でトヨタ3番目の販売台数を誇る。高性能車の GR シリーズとしては、GR ヤリス、GR スープラ、GR86 の3車種が欧州で販売され、 すでに好調な業績を上げている。しかし、GR86 は欧州連合 EU の新しい安全規制 GSR2 により、まもなく廃止される予定で、これと入れ替わる形で GR カローラが発売されるかもしれない。欧州向けの標準のカローラは、英国ダービーシャー州バーナストンで生産されているが、 GR カローラの生産は日本の元町工場で行われている。すでに左ハンドル、北米向けと、右ハンドル、日本向けの両方が出荷されている。ニュルブルクリンクでテスト走行が目撃されたのは、右ハンドル仕様で、最高出力 304PS を発生する 1.6L3 気筒ターボエンジンと、 四輪駆動システムを搭載しているものと思われる。販売地域では GR ヤリス同様、8速 AT または6速 MT が用意されている。サイズや性能値から BMW M135i、最高出力 300PS。ホンダシビックタイプ R、同 320PS。フォルクスワーゲンゴルフ R、 同 333PS のライバルとなるだろう。さらにパワフルな GRMN。ガズ・レーシング・マイスター・オブ・ニュルブル・クリンクと思われるプロトタイプも。同サーキットを周回しているところが目撃された。まだ正式には公開されていないが、より低い車高と大型リアウィングが確認できる。このプロトタイプはどのようなモデルなのか。 トヨタ欧州部門の広報担当者は、車の話の問い合わせに対し、あらゆる主要自動車メーカーが、自社のグローバル製品をニュルブルクリンクで、テストしている、と回答し、明言を避けた。しかし、GR カローラの欧州導入の可能性は否定しなかった。もし欧州で販売されることが決まったとしても、 間違いなく非常に高価になるだろう。現在、北米では36,500ドル、約520万円から、販売されているが GR ヤリスの価格体系、考慮すると、例えば英国では、5万ポンド、約940万円を超えることになるかもしれない。